で、あの後温泉行ったんだよ。あの、さすがに汗びっしょりだし、あと、オニアが温泉郷なんだよね。だから、温泉入りますよって、なって、二人とも気持ちよさそうにしてたけど、俺だけ目真っ赤にして、もうこんなんでこう入ってた。俺だけもう目が真っ赤になっちゃう、花粉で。しかも、風呂のそばにも杉の木みたいのがあったから、もうこんなんで。で、オニアが、よし、お前目がなんか赤いなとか、ぶっ殺してやろうかと思って、本当に。もう笑い腰じゃねえんだよと思って。しかも、俺割とその旅館とか行っても、なんだろう、お風呂ってもう大体なんか20分ぐらい入れば満足しちゃうタイプなんだよね。ねえ、オニアにありえねえ、お前はありえねえとか言われながら、俺はまあ20分でもう、なんかもう結構伸ばしちゃって上がったんだけど、そっから関さんとオニアがなかなか上がってこなくて、その30分後ぐらいかな、関さんが上がってきて、あれオニアはっつったら、あの、まだ入ってるっつって。で、あいつね、長えんだよ、風呂が。マジで風呂が長くて。多分その40分後ぐらいに上がってきたね。もっとかかったかも。あいつ、伊豆の旅行の時もね、なんか2時間ぐらい入ってたんだよね。あいつほんと戦闘橋で、銭湯って風呂の銭湯ね。戦闘橋で、もうなんか、本当にお風呂大好きで、もう常日頃から銭湯行こう、銭湯行こう、銭湯行こうって誰にでも言うの。銭湯行こうって。はぁ、とんでもない。めちゃくちゃ待ったもん。